名が通った。灼熱シュレッドストーム、凍結しているため滑りやすくなっています。路面対策のため、支援物資を投下させていただきましたが、投下ポイントにたどり着くまでは十分にご注意ください。有数の一流ホテルです。テロ対策をしているでしょう。こんな天才じみたことを起こされちゃどうしようもないよね。アキラ様、そっち使用することで一定時期ご使用になる場合は。了解だ、ありがたく使わせてもらおう。確かに滑りにくくなったようだ。寒冷地で使用された滑り止め用のコーティングなど、効果切れの場合は再び塗布し直す必要があります。ご注意。そのつらい、そちらを登った先にホテルの一部が破壊された痕跡があり、破壊すると間もないんです。どういうことだ。もしかすると我々以外に何者かが侵入しているのかもしれません。ゲートモノリスを破壊してホテル内に進んでください。アキラ、お前もここに来ていたのか。それはこちらのセリフだ。ガンボルト、今日こそ息の根を止めてやる。スメラギでもエデンでもない君と戦う理由はない。シアンの一部ミラーピースさえ返してくれれば。よまいごと、以前言ったはずだ。貴様ら能力者は俺たち人類を脅かす怪獣、相入れないとな。全ての能力者は俺が駆逐する。能力者とそうでない人、共存の道だってあるはずだ。なぜその可能性を放棄するんだ。道中散々目に焼き付けたはずだ。行けついた都市をただ一人でこれをなす危険性、そんな連中と共存などできるはずがあるまい。貴様は銃を持った、いや腕から銃を生やした者と手を取り合えというのか。それはスメラギの連中は制御可能な力だと見保っている。それが虚偽だということは父の研究を継いだこの俺が最もよく理解している。現に見ろ、国外から来た怪獣どもの暴走によってスメラギもなすすべなく、この国は今危機に直面している。俺はやらねばな。行くしかないのか。逃げたよ。追わないの、アキラ君。いや、今はこの町の解放、エデン。意外だな、
昔のアキラくんなら目を血ばしらせて追いかけてたと思うけど。いいから行くぞ。ガンボルト、彼とは何かと縁がありますね。乾燥室、その勇気だけは誰、無能力者が来る場所じゃない。僕の氷の棺で、とは言えない。落とし、落としてるつもりなのか。連中の警備システムか。くだらん、すべて熱してくれる。問題ない、この程度ならば。そう言うけど、僕にはわかるんだぞ。冷えてきてるの。もうちょっと冷えないぞ。一丁前に創造主の心配か。まあ、僕は君の相棒だからね。モノリスか、破壊する。この反応は。ようこそ無能力者と言っても歓迎はしないがな。化け物と交わす戯言などない。すぐに俺の眼前から消し去ってくれる。傲岸無知、無能力者らしい傲慢で、お前のような奴がいるから。大山圧乱、この七つの標人でお前を切り裂く。職権廃日、お前のように
愚かな無能力者のせいで我々は虐げられてきた。我々は捨てれた者を襲い排せ、お前たちの未熟な精神ヘドが出るよ。優れた力を持つ者こそが全てを支配する真実一は、それこそあるべき世界の姿。それは人類の歴史を見ても一目瞭然。生存戦略、無能力者は僕らエデンによって淘汰される運命にある。化け物は人の歴史を語るな。貴様らは外人、俺たち人間の敵だ。最後の評判、やはりどこまでも愛を取れない。クグ大天、能力者と無能力者同じ世界にあってはならない。クリジットブロッサン。リーダーの関連する騎士配属者、貴様らに世を生きる道理はない。神だって、この腐った世界に神などいるものか。理性さえ得たのやはり獣だな。その愚行、俺が討滅する。パンテーラー、討滅完了。すぐに帰還する。お冷えになったことでしょう。何かあったかいものを用意しておきます。私の持つミラーピースを通して伝わるこの感覚、皆さん、今私たちの同志 G7 の戦士が、そんな、エデン最強の戦士のうち3人もが同志パンテラ。皆さん、うろたえないで。別れは悲しいことですが、全ては G7 の同意のこと。彼らの残したミラーピース、今は敵の手に渡りながらも、さまざまなセブンスとの融合経験と、間もなくすれば私の祈りと計画は完成するでしょう。今はただ理想に順次、この世を去った同志に愛の祈りを捧げましょう。ノア、準備はできているな。現在そちらへ向かっています。合流地点に移りましょう。水晶、化け物のセブンスか。スプリンクラーが作動していない。故障か。Ha!
究には時間がかかるだろうな。その隙に好き放題しようってわけか。人様に目をかけるようなやつは僕らでお仕置きしてやろう。アキラくん、分かった。敵の妨害はないか。今のところならばいい。気をつけてこい。ありがお待たせしました、アキラ様。追いつけそうか。このマシンならば問題ありません。なお、
マシンの上ではブリッツダッシュもできません。ご心配に噴射します。雑魚ども蹴散らしてくれ。もっと飛ばせないのか。その場合アキラ様がすっ飛んでしまいますが、よろしいでしょうか。よろしくない。ターゲット捕捉、仕留める。ようこそ地獄のゲイ。けどお前はバウブスデイ。逃げられない死のフェイス。さよならここでチェックメイト。おー Will you Here I go。奥のホールにお前を置こう。すぐそこお前のダウンフォール。待て、アキラ様、この先はマシンの侵入が難しい地形になっています。分かった、ここから先は俺とロロだけで向かう。アキラ様、ご分様。さっきの能力者か。わざわざ変身を解いて何のつもりだ。オーディエンスが寄せる期待、顔見せぐらいはしておきたい。俺はガウリ AKA プリズンマスター。こえいよー、チグロー、ガウリインダハウス。BPM 上げていくぜ。お前は何さ、俺はジャンサー。俺のダンスで世界変えるチャンス。ワークのワナビーあまり生意気。俺のスキルでオーバーキル。それがダンスだと笑いにくい。貴様もそのふざけた口調も滑っていると自覚しろ。貴様もそれは夕方に群がる虫どもの舞も同じだ。ダンスってのはノーボーダー。ワナビー排除がエデンのオーダー。無理解無価値お前のクライム。裁きのタイムさ It's your time。 裁きを下せるのは人の方。貴様は何、裁ける道理はない。裁くのは俺。ポエトリースラーム。出た、化け物風情が。お前の価値観 No thank you。 さっさと消えな、クリュー、ユー。道家と話すはあまりに時間の無駄か。いいだろ、その時期俺が消滅する。ヨーアップユーアップポエトリースラウンスプリンブリン。お見事でした。すぐにそちらへ向かいます。アキラ様、大変です。どうしたのは、お前が慌てるとは。申し訳ありません。エデンの能力者にミチル様がさらわれました。私の不徳です。エデンの能力者に不意をつかれ。詫びはいい。お前のことだ、またつけているんだろう。はい、今すぐ座標情報を送ります。受信した、すぐに向かう。一
度ならず二度までも奴らめ生かしてはおけん。ミチル様の反応がロストしました。貴様らエデンの能力者か。とシスコン兄貴来たこれつって、ターゲットの子ならこのテセオさんのセブンスワールドハックでとっくにベラディンに転送したんですけど無駄足オツチッタクテセオ、てめえの喋りは相変わらずイラつくぜ。てめえはとっとと帰んな。予定通りここは俺が片付けといてやんよ。とツンデレっすか、ジブリールちゃんのツンデレとか誰とかっつって。じゃん言うな、寒気が立つ。てめえはとっとと消えやがれ。おい、さあ邪魔者はなしだ。てめえはこのジブリール様がじきじきにぶっ潰してやる。かまっ、貴様のような雑魚に構っている暇はない。とっととそこをどけ。怖っ、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 なんだてめえは俺がチビだぞ。そういうするか。雑魚であることは認めるか。それも聞けよ、てめえ。とっともきた乙女の悩みにズバッと切り込みやがって。これは俺がさっさに切り開いてやるよ。俺鉄血のジブリール様のセブン、メタリカの牙でない。しましい奴め、これ以上貴様と戯れるつもりはない。これか、私もムカつかせる野郎だ。血の気の多い小わっぱか。ミチルのために即座に決着をつける。その劇場俺が消滅する。やるじゃん、行くぜ。とっておきを見せてやる。始めるぜ、アイロンメイデン。レッドストーム。こいつでどうだ。痛みは。化け物どもめ。確かベラデンとか言っていたな。現在ベラデンというワードについて情報を集めています。手が早いな、サズ。すべて私の不徳が招いたことです。アキラ様は一旦お戻りください。情報が入り次第連絡いたします。ああ任せる。ノア、ミチルの位置は分かったか。ベラデンという単語がきっかけに様々な情報を入手できました。ベラデンとはタスケントに存在するエデンの拠点要塞のようです。エデンの構成員は一旦ベラデンへの撤収を始めたもの。奴らの本拠地、そこにミチルが。ですが
今まで尻尾がつかめなかった情報が急に入手できたことは気になります。あのテセオとかいう能力者に迂闊すぎる発言という罠の可能性が高い。構わん、こちら奴らの本丸を撃ち落とすまでだ。かしこまりました。準備が整い次第出発いたしましょう。アキラ君、僕も腹はくくってるよ。ミチルちゃん絶対に助け出そうで。ああ、お前のことは頼りにしている。開発なら